さあというわけでございましてですね、今日の打ち狂はなんと我々のこの服装を見ても分かるようにめでたいもう世界的なスーパースターが今日来ていただきました。キアヌ・リーブスに続く第2弾、素晴らしい、来ていただきました、はい、ジャッキー・チェンさんです。ああどうも、はい、ジャッキー・チェンさん、はい、本物です。ジャッキー・チェンさん、はい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 、You're under arrest. スペシャルゲストジャッキー・チェンさん、映画邪険や水拳をはじめ数多くの名作で世界中のファンを魅了する言わずと知れた大スター。そんなジャッキーさんも今年で50歳、馴染みの深い日本での上映50作品目となる超大作メダリオンでもその過激なアクションシーンは健在です。非常に日本がお好きと聞いたんですけども、あ、好き、とても好きよ。日本のやっぱり好きなところどんなところですか？いや、六本木は。六本木。六本木好き。みんな好き。食べ好き。食べるもの美味しい。食べ物です。はい。あとカニが。カニも。カニ。とっても好き。とっても好き。好きなのは食べ物と六本木だけですか？とにかく愛ちゃんね、非常に日本がお好きだということで。嬉しいですね。今日のうち来るはですね。和風接待をしたいと思います。というわけでですからジャパニーズ着物、はい、アクターと私チャイニーズも着物チャイニーズ着物、今はチゲチャパニーズ、これは自分のブランドです。あ、オリジナルブランド、シューズ、シューズ、おお、マイファクトリー、ちょうだい、富士プレゼント、高いよ、高い、グラム、私たちこれ着物リース、リースリース、意外と高いリースね。というわけでございまして、最初のコーナー行きたいと思います。ジャッキー・チェンのまずこれ、わかります、まずこれ、おすすめのものを紹介していただきたいんですけども、いいよね、チョピアチーマクミコ、クミコちゃん、エブリタイム、クミコちゃん、後藤久美子、後藤久美子ちゃん大好き、外側はゴマなんですけど、すいません、すいません、これは私たちに食べさせるという、そうそうそう、進めるという、自分で食べちゃった、自分で食べちゃった、今大丈夫、今大丈夫、あーんですね、ジャパニーズ、あーん、あーん、あー、何でも見えるんだよ、うまい、あ、お、あ、最高、ありがとう、我々もね、素敵なプレゼントたくさん用意してますんで、はい、まずはですね、タイトルコールをお願いします。打ち来る、打ち来る、うん、簡単ね、うん、簡単簡単、1、2、3、打ち来る、行く行く、行く行く、オッケー、行く、オッケー、レッツゴー、レディープ、ほらほら、お前見習うの、今回は特別編、ジャッキーを和でご接待、ラッシー・ユヒデキさんが登場、ジャッキーの知られざる素顔バッター、さらにあの芸人たちが体を張ってのおもてなし、最後は10年ぶり感動の再会、この後大好物の日本料理を堪能、さらにマル秘健康法も初披露。今回ジャッキーさんをお迎えしたのは浅草にある懐石料理のお店ひさごはん、そしてジャッキーさんのために用意したのが日本が誇る味最高級の神戸牛、こちらを大好物だというすき焼きで召し上がっていただきます。なんでもジャッキーさんならではのこだわりの食べ方があるそうなんです。さあということでね、すき焼きがお好きだということでご用意させていただきました。うわ、めっちゃ笑顔。どうしてすき焼き好きなの知ってるの？大ファン。本当？ありがとう。リサーチ済みでございます。もうジャッキーさんのことは何でもわかりますから。いただきます。すき焼き食べるの久しぶりなんだよね。あ、そうそうですか。どうぞどうぞ。じゃあ行きますか。行きましょう。お豆腐お好きですか？豆腐から行くの。これもう撮影始まってんの？番組中です、はい、こんな感じでラフラフラフ、あ、そうなんだ、いいね、すいません、実は日本に来たらこのうち来るって番組に出たかったんだよね。また本当ですか？もう、いや、だってただ美味しいものを食べてるだけでいいんでしょ。違う、料理を食べながらトークご飯ください、ご飯ください、ライスプリーズ、
でもね、お野菜ばっかり食べてる。いや、そうなんですよ。やっぱりね、僕らほら肉がっついていってしまうじゃないですか。これラッキーですね。私たちじゃ肉食べない。僕ら肉ばっかり。あー、この油。油、油、油ね。大丈夫、ジャッキー。油がうまいんだってば。いやいやいや。これくらいでもダメ。油がダメ。あ、そうですよ。だからあれだけすごい筋肉ができるわけですよ。まあそれだけじゃないと思いますけど、鍛えてる。ちゃんとそういうことを、体のことを考えてらっしゃる。でなんか肉。あの僕食べてるからショックはよろしくね。お話聞かないといけないんでね。俺は肉を食う、油を取ってみたいな、まあ、それどころじゃない。そしてご飯が来るみたいなね。見てください、ここに油。几帳面に肉、油をちゃんと取られてさっぱりといただくっていうね。もっとね、ヘビーな、いわゆるもっと脂っこいものがお好きなのかなと思ったんですけども。とにかく毎日の生活で健康には気をつけているんだ。食事の時脂身は取らないし、普段はなるべく歩くようにも心がけてる。車にはあまり乗らないで、エスカレーターも歩いて上がるようにしてるんだ。あえて、だからさ、ウォーキング全然変わってないよね、昔と。実はですね、ジャッキーさんの若かりし頃の映像を入手いたしましたので、ちょっと一緒に見ていただけますでしょうか。え、本当？当然今もお若いんですけども、こんなに可愛らしく、若々しい時代もまたあったというね。CM だとジャッキー休止に昭和の映像大公開。感動してる。それではジャッキーチェイン秘蔵映像をたっぷりとご覧ください。うちくる君は若かった。1954年に香港で生まれたジャッキーは7歳で京劇の学校に入り、明日の大スターを夢見ていました。そんなジャッキーのスタート地点が世界的に大ヒットしたこの作品でした。これよろしいですか。後ろ、これジャッキーさんですよ。僕、おうおうおう。こういう時代もあったんですね。あ、やられちゃって。そして一人のスタントマンが一躍スターの仲間入りを果たした大ヒット作がご存知、ジャケン。この作品を機に香港映画界はジャッキーを中心に動き始めたのです。そしてジャッキーの作品はさらに進化を遂げていきました。これが NG テイクなんだ。 NG? NG? うわー、うわー、スタントマンを一切使わず自ら体を張って挑むジャッキー。過激なアクションシーンの数々に撮影中は怪我が絶えませんでした。しかしジャッキーは今まで誰もやったことのない過激なスタントにも挑戦していくのです。え、うわそしてこの映画では過激なスタントにこだわるあまり大怪我を負ったのです。ホバークラフトに飛び移るシーン、ジャッキーの右足に注目してご覧ください。このシーンで右足のかかとを複雑骨折、足が動かなくなるほどの大怪我を負いました。ジャッキーの体に今も残る数々の傷跡はまさに彼の作品の歴史そのものなんです。まあ、記憶に残っている方も非常に多いと思うんですよ。名作がたくさんある。若い頃から必死に映画を作ってきたからね。昔の作品はまさに僕の歴史そのものなんだ。これこそが僕だって誇らしく思ってるよ。いやー、しかし振り返るとね、あいちゃんね、ブルース・リーの時代から出てらっしゃるわけですよ。ブルース・リーにはコテンパンにやられてましたけど。ブルース・リーのことはずっと尊敬してるけど、彼の映画とはスタイルを変えたかったんだ。彼の動きは一つ一つに無駄がないけど、僕は走ったり飛び降りたりしてもっとスピーディーなのが好きなんだ。僕が作りたいのは人間的でコメディーの要素が多い映画なんだ。ほら、彼は常にクールだし、どんな敵にもやられたりしない。かっこいい。ブルース・リでも僕の場合は昔からコメディーが大好きなんだ。
僕自身もプライベートではすごく楽天家だしね。ああいうのは全部ご自分でこうポーズと型はつけるんですか？そうだよ。昔からのカンフーのスタイルをコミカルに、そして美しく見せようとして考え出したんだ。例えば邪剣だったら蛇の頭の形が基本で、大きく口を開けてみたり、鋭い牙や舌をイメージしてみたりね。でも子供たちも見てるから真似をして危ないことはしないようにしてるよ。大ちゃんね、はい、今見たように、はい、全部ご自分でやられてるわけですよ、ね、日本だとやっぱりどうしてもアクションっていうのはスタントマンっていう方がね、いらっしゃいますんでお願いしたんですね。俳優さんは怪我しても僕の場合スタントマンを使わないから怪我をすることは本当に多いよ。目とか口とか肩とか、それにここもここもね、とにかく全身怪我だらけだよ。困っちゃうよ本当に痛くて。怪我してもでもそれでもすぐトライするんですか？また嫌にならないですか？やっぱり好きなんだよ。好き、怖くなったりしません？次トライするの。もちろん怖いさ。僕はスーパーマンじゃないし、スタントをするときはいつも怖い。でも自分への挑戦でもあるんだ。もちろん観客を驚かせたいけど、恐怖心に勝って成功させたときはやったって達成感でいっぱいになるしね。あ、満足感があるわけですね。でも失敗した頭、頭穴開いてるんですよね。岩場に落ちて穴は開いたままなんだよ。穴も残ってるんですか？え、残ってるどういうことなんですか？ちょっと触ってみて。ここなんだけど。ああ、どうなったの？陥没してる。割れた頭蓋骨が刺さって取り除いた穴が残ったままなんだ。蓋してる状態ですか今？そうそう、プラスチックで栓をしている感じだね。あとここにも割れた骨が残ってるよ。鼻もですか？鼻の中で骨が折れて中で刺さっちゃったんだ。随分大変な手術でひどく顔も腫れちゃってね。でも医者が言うには、あなたは2枚目で売ってるわけじゃないから大丈夫だってさ。いや2枚目ですよ。2枚目ですよ。2枚目ですよ。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ジャッキー。CM だと大親友西城秀樹が登場。知られざるジャッキーの素顔大爆弾。さあ、ジャッキーさん。はい。続きましてのお料理用意させていただきました。お願いします。はい、ジャッキー。はい。秀樹さん。すごいですねこれ。大親友。大親友。最高だよ。最高。もう見せたんだよ。嘘。何でしょ。ジャッキーの手間なんだよ。ジャッキーの手間。いや。そうそう。先に言ってよ。ちょっと待ってください、秀樹さん。ずっと待ってたから。久しぶりね。ですよね。そうそう。まあそれ。早く。秀樹さんは、いやすごいお親しいんですね。ねえ。嬉しそうなの。だって香港でコンサートやるようになった時も。最初から彼応援してくれてたから。ああ、そうですか。でも同い年ぐらいな。同い年。そう、同い年で初めて会ったのはね、もう25年くらい前なんだ。そんなお付き合いなんですか。英語、日本語、関東語、全部ミックスでしゃべる。20代の前半に知り合い意気投合した2人、共に第一線で活躍する者同士、国境を越えた長年の大親友なのです。せっかくこのね、秀樹さんを持ってきていただいた手羽、ジャッキーさんお好きだってことで。手羽先は大好きだよ。他の国では食べられない、日本にしかこの味ってないからね。お、大好きな。こんなの2皿ぐらい食べちゃう。え、2皿ぐらい食べちゃうんですかこれ。ペロッと。じゃあ秀樹さんもどうですか、一緒に。ね、久々にね。じゃあ、でも本当に美味しそうに食べてらっしゃる。そう食べてる。じゃあいただきます、我々。あとね、エビチリが好きなのね。へぇー。意外にね、簡単なもんです。で、簡単なもんです。なんていうのか、気取った食べ物よりもザックバラに食べる方がすごい好き。でもあれなんですか、やっぱハリウッドスターだから、レストランはここでとか、映画撮影中はこれでとか、結構うるさいんじゃないですか。俺が映画行ってる時、もう香港行ったらもう彼がもういろんなとこ連れてくれて、で、東京に来たら僕が、まあ、手羽とかね、食べついたりとか、いろいろ。ジャッキーさんが秀樹さんにそのね、を大好きになった理由というかね、理由、きっかけは
出会った頃、僕はまだ海外では無名の俳優だったんだけど、秀樹さんはもうアジアでナンバーワンの大スターだったんだ。だから知り合えた時はすごく嬉しかったよ。日本人の友達が全然いなかったんだけど、その時秀樹さんの方から最初の日本の友人になるって言ってくれたんだ。それから親しくなるうちにいろんなプレゼントをもらったり、例えばブレスレットとかねいつも身につけてたし、全部大事に家に飾って、うちに来た友達にはこれ西城秀樹にもらったんだぞって自慢したよ。彼とはすごく気が合うし、本当に大事な友人なんだ。中国でよく言うのは、家にいる時は親が頼りになる、でも家を出た時に頼りになるのは友達なんだってね。今僕は日本にいて家族はいないけど大丈夫。困ったことがあっても秀樹さんに連絡すれば必ず助けてくれるからね。だから彼が香港に来た時は当然僕がやらないとね。僕にとって友達は本当にとても大切なんだ。お互い不安同士な感じ。またね、お互い分かってね、もう本当楽しかった、うん、今遊んでても、うん、本当にヤングマンだったんですね。ヤングマンだった、ね、本当にヤングマン覚えてんだけど、ね、ジャッキーが会員制のクラブ制のなんていうの、中華料理、はいはいはい、メンバー制の中華料理、あ、北京クラブ、高そうだなって。何食べるって言うから俺、アワビが言ってたの、ね、1個頼んで食べたらさ、もう1個食べたいかって言うから、もう食べたいって言って、パッと、ね、値段見たらすごい高いんだよ。アワビ1つが、頼んだ時にあともう 2,3 個欲しいって言ったんだけど、ちょっと考えられないような値段行ったお店のその値段は、うん、悪いなと思ったけど知らんふりした食べたさすがハリウッド。そうそう、あれには僕も焦ったよ。あまりの高さにびっくりしたね。ジャッキーの星アワビっていうのかな。確か二十数年前でアワビ1個が3000香港ドルもしたんだよ。信じられる？1個がだよ。1個がこれぐらいの大きさよ。全然小さいやつ。これはもうちょっと一桁違うみたいな。ジャッキーの目しちゃいました。だけど秀樹さんは素晴らしい友達だから、ご馳走できるのはすごく名誉なことなんだ。でも2個目を頼んだ時はちょっと驚いたし、3個も食べなくていいんじゃない。でもあのね、秀樹さんね、ジャッキーさんもさっき映画の中で随分怪我をなさってて、でも秀樹さんもご病気なさってね、お元気になってね。ジャッキーさんご存知なんですか。どうかな。ジャッキーさんご存知でした。大変な病気をなさって、うん、いやびっくりしたよ。すごく心配したし、電話をして花を送ろうとしたんだけど、詳しく教えてくれなかったんだ。大丈夫だったの？いやいや、もうみんなにも心配かけたくないから、もうずっと俺はもう静養してたのよ。そうなんだ。秀樹さん病院も教えていただけなかったんですよ。秀樹さん変わりました、食生活。俺野菜もう野菜ですか。今ベジタブル。本当食べ物変わりましたか。やっぱり変わりました。病気なさってから、うん、でも元気。秀樹さん、それと水をたくさん取るようにして、お茶と。やっぱり健康に気をつけるのは普段の生活からだよ。あ、だから油は、こういうことね。昔は鶏の皮が大好きだったんだけど、今は食べないようにしてるんだ。一つだと少ないけど、見てよこれ、今食べただけでもこんなになるでしょ。ちょっとずつがすごい量になって体に入るからね。山となると、やっぱり健康を気にする年頃に。そうなんだよ。前は健康そんなの気にしなかったから。CM だと超重大発表。太蔵と愛ちゃんに出演以来、今回大木調査員はジャッキーさんのことをよーく知っているというある人のもとへ。一体誰が待ってるんでしょう。失礼します。あ、あれれれれれ、まあ行ったな。あらららら、どうも。どうもこんにちは。あ、こんにちは。あ、いますか。行った。ネイホン五九原田泰造です。ご配寸戦火ウォーハイレンゲ四段、したかなあの人に。じゃあ TK の大ファンという方に呼ばれたんですけども、泰造さんですか。そうです、僕です。あ、ということはもうジャッキーに会ったことある。え、ジャッキーに会ったことあるんですか。いや、ないですよ。ないですか。ないです。こっちからの大ファンですから。太蔵さん、あのこのコーナーは一応基本的にゲストのお友達が出るコーナーなんですよ。ああ、そうですか。どうもこんにちは。ちょっと今回初めてですよ。ああ、そうですか。単なるゲストのファンの方が出る。
初めてです。そういうコーナーじゃないんです。違います。若干趣旨は違いますが、太蔵さんは小学生の頃から大のジャッキーファンなんですって。当時はね、小学校がね、僕のクラスだけだったんですけど、ジャッキー派とブルース・リー派に分かれて大戦争が巻き起こってたんですよ。で、太蔵さんはジャッキー派に。ジャッキー派だったんですね。お笑いではひょうきんとドリフがこう大戦争。その陰に隠れてジャッキー派、ブルース・リー派の。ジャッキーが日本に来てる、銀座に1週間に1回来るなんて噂が流れたんです。本当ですかそれ。ボキャブラやってる時代でしょ。ちょこちょこ来てますね。ボキャブラやってる時に抜群の西尾くんが、太蔵くん、なんでもジャッキーチェンが1週間に一度銀座に現れるらしいでって言ったから。そんなに僕銀座に通い詰めたことがあるんですよ。ただ銀座っても広いからどこに来るのか分かんないですよね。わしはしたいですよ。いっぱい聞きたいことありますからね。あ、そうですか。はい。だってどんなこと聞きたいんですか。あ、この機会に質問しちゃっていいですか。全然ですよ。あ、でもやっぱり悪いからいいです。太蔵さん、質問したいことなんて自分から言ったんじゃないですか。いいですか。いいです、この際。すいません、じゃあ、答えづらかったら別に答えなくていいです。はい。ただ、はい、ナチュラルなね、本当のファンとして質問させていただきます。はい。オフの日は何をしていますか。迷った挙句それですか。まあ、でもトレーニングしてるでしょうね、いろいろ。本当ですよね。まあ、あの肉体ですから。50歳ですよ。いやー、すごい。どういうふうに年を取ってってね、はい、いくつまでやるのかっていうのを聞きたいですね。あ、何歳までアクションスターであり続けるのかと。はい、そうです。あと、家は何坪なのか。家は何坪。何坪なので、全部のうち教えてほしい。今年で50歳という年齢を全く感じさせないジャッキーの勇姿を見ることができるのが最新作メダリオン。息をつかせぬストーリー展開に、さらに進化したアクションが満載です。このメダリオンという映画では、今までに演じたことのないいろんな新しいことに挑戦してるんだ。死んでしまうシーンはこれまでで初めてだったし、 CG や特殊効果を使ったアクションシーンもたくさんあるんだ。この作品で随分と新しいことを学ばせてもらったね。これまでにない超大作、かなり面白いです。ちなみに明後日からまた新作の撮影が始まるんだよ。もちろんラッシュアワー3もね。ラッシュアワー3、ラッシュアワー3やっぱり撮りますよね。撮ります。ラッシュアワー3、ラッシュアワー3撮るんですね。実はね、飯島愛ちゃんのところにですね、はい、映画会社の方から出演の依頼が一度来たことがあるんですけど、ご存知でしょうか。愛ちゃん、本当？ラッシュアワー3。いつ？ファックスで届いたらしいんですけど、そんな簡単な発注ですかね。あの映画まだ撮影場所も決まってないし、脚本だってまだ途中なんだよ。うん、何も決まってないから、そんなキャスティングまでしているはずがない。キャスティングまだよ。いやいや、待ってください。イタズラファックス。違うでしょ。イタズラファックス。ファックスが来たんですよ、うちの事務所に。ごめん。ファックス一枚でビビ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 ビ。そんなハリウッドが、あ、これだそうです。ちょっとチェックしていただいてよろしいですか。これ映画のツールです。こんなペラ1枚できます。あれ、本当だ。本当だ。ちょっと待って、ジャッキー、本当でしょ。多分最初の段階ではハワイで撮影をしようってことになってて、それなら日本人の観光客役がいっぱいいた方がいいねって話してたんだ。集めようとしていた。でところが、そのハワイではなくなったってことですか。まあ、いや、そうじゃなくて、もしハワイで撮影することが決まったら、その時はたくさんの日本人に来てもらうことになると思うよ。ハワイで決まると、もしかしたら、でもでもあり得るってことですか。アクション、タタ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 タ。いや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 、どれぐらい。You and me じゃなくて、アイちゃんとクリス・タッカー。クリス・タッカー。あー、断ろうかな。記念ということで、まあ記念でね。でも日本で女優さんはたくさんお仕事してますからね、はい、日本人、まあ、日本の方だと例えば、はい、山本未来ちゃん、はい、それからね、後藤久美子さん、うん、ね、そして今日はこの方が来ていただきましたよ。この後あの人気女優の誕生にジャッキーをまずびっくりってこの音楽は。そして今
今日はこの方が来ていただきましたよ。え？大丈夫。本当にびっくりさせてくれるね。可憐な美しさを持つヒロイン役でジャッキーと共演したビビアン。以来プライベートでもジャッキーのことを兄のように慕うビビアンが、今日はジャッキーの体を支え続けてきたある飲み物を持ってきてくれました。これね、うん、ジャッキーさんが、ジャッキーさん大好きなリュータンさん、大好き、ね、ポルゴで一緒に映画してた時、撮影した時、毎日飲まなきゃいけない、はい、そうなんです。これね、リュータンっていう、うん、あの赤い豆、あり、ま、小豆ありますよね。それと同じものでグリーン豆のスープ、クリーンもう食べてる。何言ってるの。リュータンさんは大興奮だ。お二人も食べてみて。これ体にいいの、うん、これはね、ビビアンがおすすめしたの。ジャッキーさんが毎日飲まなきゃいけないですか。早い、スピーディー。このスープはね、もう40年以上も飲み続けているんだ。でこのスープ飲むのは40年ぐらいに過ぎで、一度オーストラリアの病院で検査をした時、オーストラリアで一回あのお医者さんのところに行った。先生に毎日食べ続けているものはありますかと聞かれたんだけど、このリュドータンを食べてるって答えたら、だから健康なんだねって言われたことがあるんだ。これはそのぐらい体にいいんだよ。じゃあこれ相当体にいいもんなんだね。捨てたの今の。え、今の言葉、今の話してたの。全部わかるよ。俺は私たちは、だって私だって関東語も北京語も全部イングリッシュもフレンチも全部本当だって。あのね、ジャッキーさんも日本語わかるのよ。わかるよ。僕らが言ったの全部わかりますよね。二人は北京語もできるんだよ。僕らも北京語、ジャッキーさんは日本語全部わかる。ねえ、ジャッキーさんね。ね、関東語はわからないけど北京語ができるんだ。関東語ちょっとね、北京語わかるの。それだけ僕ら。この間うち来る出た時北京語できなかった。ビビアンだから使わなかった。ビビアンの時は耳は日本語上手だから。ビビアン日本語のすごい可愛いの、うん、耳何かけてますか。じゃあこれ今ね競馬聞いてるほらすぐ受けるでしょ。早い、分かるの、競馬 ねこれね、あ、これなんかかけてる。いや競馬聞いてる。秘密の強くさんがいますよ、ね、ノー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 、ね、知らない間に全部飲んじゃったよ、ビビアンの完食。でもお父さんって普段呼んでるんだって、はい、いや、お兄さん、あ、お兄さんって呼んでるの。あのみんなね、あの芸能界の人みんなジャッキーのことを大公大公で呼んでます。え、なんて言ってるの。で大公はお兄さん。それはね、ジャッキーさんは兄貴みたいな存在なんだ、みんなの、うん、アジアの芸能界の中でいつも私たちのこと、新人のことをすごい面倒見てて可愛がってくれるんだ、うん、可愛がってくれるからみんな兄貴と呼んでるんだ。優しい、すごく親しみやすいでしょ、新人の方でも優しくしてくれるから。だって不思議なスーパースターだもん。え、どういうこと、不思議なスーパースター。トルコで1ヶ月撮影した時、うん、あの最初いた日にもうジャッキーさんがゴミを拾えてたの。それを見て、ゴミを拾えてたの、うん、びっくりした、うん、あ、撮影の後とかのそのゴミをちゃんと片付けて、それいつもスタッフにみんな任してるけど一緒にやってる。普段からゴミを見たら拾ってゴミ箱に入れるようにしてて、それは他の国にいる時も一緒。こんなことはあまり言いたくないけど、日本の街って昔と比べると随分汚くなったね。前はゴミなんか落ちてなかったし。ゴミとか落ちてなかった、うん、すごく残念なことだね。ガンが落ちてたりね、うん、それは我々が気をつけなきゃいけないですね、母国ですからね、うん、あとすごい不思議なこともありますね、うん、何不思議なことって。一緒にご飯食べると、うん、自分が取った分は全部食べなきゃいけないんです。残すとジャッキーが怒る。ジャッキーは残してはいけないんですか。うん、いけない。撮影の時はブッフェスタイルで食べることが多いんだけど、みんな好きなものをいっぱい取るんだ。あ、自分で取る。こんなに取ってさ、ね、残して捨てちゃうの。だからご飯食べるとき、テーブルこんな長くて、ジャッキーさん真ん中に座ってこうやって見るの。こうやって見る、こうやってチェックしてんの。なんで、お前残ってるぞみたいな。さて、時々こんな人がいるんだよ。ピポン、持ってくる、取りすぎる、ガッチリ。だから僕が前に立って、食べるところでこうするの。食べづらい。それで最後に、食べろって言うんだ。すると次の日には、なるほどなるほど。
そうすると無駄をしないと。その通り。小さい頃からお米は一粒も残しちゃいけないって教えられたからね。日本の昔の風習もね、あのお米、ね、え、お米一粒も残しちゃいかんと、ね、ちゃんと昔のいいところは残さないといけませんね、はい、そうだね。それでね、今日は実はジャッキーさんにね、ちょっとご紹介したい日本のエンターテイナーたちが集まってるんですよ。え、どういうこと？もう日本でもこの人たち以外もういませんって人を集めましたから今日は。います？そんな、日本が誇るエンターテイナーはジャッキー・チェンをお笑いでおもてなしします。それではご覧いただきましょう。この方です、どうぞ。お願いします。お願いします。ビッグスモール、 We are ビッグスモール、 We are Japanese、 アクションコメディアン。なりたいな、なりたいな、ハトドキーになりたいな。シャンサンウェイ、シャンサンウェイ、ガッツンソン、シャンサンウェイ。ガッツンソン。チッチッチックチッ。トランポ、おトランポ。メダリオン、メダリオン見るよ。スターだよ。はい、なりたいな、なりたいな。バスケット選手になりたいな。シャンシャンウェイ、サンシャンウェイ。バスケットプレイヤーにサンシャンウェイ。バスケットプレイヤー。マイク外して、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 マイク外して。バスケットボール、バスケットボール。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。彼らすごく面白いよ。レベル高いね。ハイレベル、ハイレベル。日本なんでそこまで評価はまだ得てないんですよ。まだまだ続々といいメンバーがいますから、はい、続いてのメンバー、はい、この方です、どうぞ。どうも。何？ショートコント、クローン人間。ようやく発明したこのクローン人間を作る薬、早速自分で飲んでみよう。苦しい、なんだこれ、苦しい、あ、あ、え、終わり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 、というわけでジャパニーズツインドラゴンザタッチです。よろしくお願いします。それでは続いてのショートコント、ツインズボクシング。いてて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 、アフター受けてる、受けてる、キッ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 。ありがとうございました。以上たちでした。ありがとうございました。この二人いいね、面白いよ。おかしくて面白い、うん、面白い。二人出てきた時はびっくりしたよ。出た、出ましたね。目が点になったもの。そのびっくり顔、リプレイでご覧いただきましょう。まさに目が点状態。ザタッチ、お見事。さあ続いてまいりましょう。今回ジャッキーさんのお友達も来てくれました。世界からもたくさんのお客さんが来てくれました。なんかやんねよか。世界のスターが集まりました。はい、それではご紹介します。世界のスターたち、どうぞ。あおわほうわ。
しれないですよね。はい、こんにちは。以上、世界のスターでした。お次は日本の武道家が登場。何でしょう。あ、睨んでますよ。おいっさいや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 妹のニックネームがパウエル国務長官。いやいやん伝わりづらいだろこれもう回しをこうグーッと持ち上げて一緒に乳首まで隠そうとする力士。いやいやん強引なんだよ。全校朝礼で校長先生の話があまりにも長いため貧血で倒れてしまった校長自身。いやいやんめっちゃ受けた終了おいっすシャカのおかげさん受けてよかったシャカシャカ強引すぎいやーよかったよ。そうですよね。さあどんどん参ります。続いてはジャッキーさんには分かりやすいあの芸人さん。あ、来た。こんにちは、鉄拳です。今日はジャッキーチェンについて考えてきました。こんなジャッキーはバク転禁止だ、なんか力がない、このバババババってすごいかと思ったらなんか手がいっぱいあった、こう飲めば飲むほど強くなるって飲みすぎちゃっておえーってゲロ吐いてるこう飲みすぎちゃって愚痴ってるこう寝ちゃってるこう電車に乗り遅れるとこうやってやれてるなんか家になんか壁になんかこの足跡があるタタタタタタいつもこうなっちゃうなんかコンパスでうまく円が描けないおービリ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 いやーん以上鉄拳でした。じゃあ気づかないですか。笑いのために頭を剃っててすごく立派だと思うよ。自己犠牲をしていると日本のエンターテイナー全員集まってますから、はい、集まってますよね。ビビアン、どうも。日本のすごい人たちが集まってますよ ね、 ね、びっくりした。びっくりしてるよね。びっくりした。こんな人知らないっていうのバカだろだって、うん、そして大トリを務めるのは個性派揃いのこちらの3人。ロスラーロスラー安田大サーカスです。どうもダンジャー安田です。ヒロでございます。ちょっと怖いちょっと怖いちょっと怖いちょっとクルくんです。怖いらしい。ありがとうございます。わっ何ちゅう怖いやの地声ですよ。地声、はい、ちなみに一番高い声どれぐらいでんの。一番低い声は変わらない今日ね、あの3人仙台ヒーローやりますからね。ファンファンファン出来上がりました。直ちに現場に急行せよ。よし変身や。ガシェーンとシャキーンシャキーン。いかついよお前シャキーン。横足りてないやこれサイズおかしいやろ。もうええわ。はいダンダンダンベタベタダン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 ベタでよし現場で急行だ。ちょっとすいません携帯充電していいですか。そう後にせえやもう。すいません充電できるのそれすごいなこの充電器欲しいわーっていらんわーはいダンダンダンベタベタダン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 ベタでーすさらにパワーアーおーうわーはいダンダンヘックシュン。ダッ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 。安田大サーカスでした。でした。イエーイ。
です。いかがだったですか。どうもありがとうございました。なんでびっくりしてんの。彼は自顔。当たり前じゃん。ぬいぐるみじゃないですよ。かぶってないね。かぶってないです。かぶってない。はい、かぶってないです。辛そうなんですけど。汗で磨け。ジャッキーさん、楽しんでいただけましたでしょうか。最後は打ち来るお礼です。実はですね、ジャッキーさんと不思議な縁を持たれている方が日本にいらっしゃるんですよ。すごく昔からお付き合いがあって、そしてここ数年はもう、10年ぐらいお会いしていない方。さあ、それではお呼びしてもよろしいでしょうか。あ、早く早く早くよろしいですか。この方です、どうぞ。久しぶりだよね。元気だった。いや、10年も会ってなかったっけ。10年も会ってなかったっけ。そうだったね。来てくれてありがとう。久しぶり。久しぶりね。もうこの感情見ても相当親しいし、相当懐かしいという感じがするんでしょうか。本当に懐かしいよ。互いに異国でやっぱりね、こう仕事をしていくっていうなんかそんなのがあったのかもしれないですね。初めてお会いしたのは何年前ぐらいですか。あ、もうだいぶ昔だね。もうすっごい昔。ジュディのことは中国では誰もが知っていて、誰からも尊敬されているんです。谢谢谢谢你你讲的太谢谢。本当に誰もが尊敬しています。もう我々も本当に見せられてね。知ってるから。知ってるんですか。見せられて。もちろん知ってるよ。ステージにこうタラララと出てきてね、誰だってわかるよ。本当よ。しかし、まあ10年間お会いしてなかったっていうね、はい、そういうまあ距離感はあったんでしょうけど、はい、こうやって久々に会うとやっぱりふっとこう昔に戻れるというね、うん、あの人間って不思議な存在があって、うん、前世ですごく仲良しだったのか、うん、会った瞬間にふっとすごく近いっていう、彼はそういう存在。あの会った瞬間にふっと、そう、それで何でも言えるっていう。そう、何でも言えちゃう、うん、本当に不思議に思うんだけど、会うたびに昔から知ってる兄弟みたいに感じるんだ。僕のお姉さん。母国を離れても互いの活躍を共に励みにしてきた2人。今日はジュディ・ヨングさんから長年の友人に初めてのお手紙。親愛なるジャッキーへ。その笑顔からは激痛とともに目覚める何千もの朝を誰も知らないでしょう。スタントマンなしで過激なアクションシーンをあなたはいくつこなしたのでしょう。それもこれもマーシャルアートで体を鍛えたゆえまだ持っているのでしょうね。そしてその限りない精神力があなたを不死鳥にさせているのだと私は信じています。疲れた旅の飛行機の中でも気軽に客室乗務員の皆さんと写真を撮ってあげていましたね。それができるからこそあなたは世界のジャッキー・チェンなのです。子供たちの夢、中国人の夢、東洋人の夢、それはアジアから羽ばたくスターの姿でしょう。あなたが道を開いてくれたからこそついていく者たちが勇気を持ってついていけるのです。いつまでも体を大切にご活躍ください。線の痛みが一日も早くなくなる日を祈りつつ、あなたの友ジュディ・チェン。ありがとう。本当に感動しました。そうだね、まだ痛むよ。起きるのにね、朝起きて10分痛いんですって。起きるのに。それはね、数々の筋とかを、もうすごい大事故があったじゃないですか。怪我ばかりだからね。だからそれを克服して朝起きて仕事場に行くまでの時間に全部の筋を伸ばして、そしてまた映画の中では元気な姿で笑ってるけど、やっぱり僕は僕なりに苦労して努力を続けているんだ。もし努力することをやめたら僕ではなくなってしまうからね。
そう、でもそれが大スターなのよ。我々そしてまたそれをまた期待してるわけですから頑張って ねみんな頑張ってね、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでございまして今日のゲストはジャッキー・チェンさんでした。ありがとうございました。どうもどうもどうも本当に、まあ、お会計今回の映画をね中でも、はい、いわゆるキスシーンありますから、はい、そう、ね、初めてのラブシーン初めて。じゃあ、セカンドタイムにダイヤチちょっとすごい変な動きちょっとしてるんですけども。私も2回目なんです、ハリウッドスターとのラブシーン、すいません、ハリウッドスター来ると必ずお約束みたいになっちゃってるんですけど、この間ですね、キアヌ・リーブスにもお願いしたんですけどもここで緊張して笑っちゃうよ。キアヌだから、こっちキアヌだったからこっちでこっち。すいません、そうです。 It's for not catching me あー、またね、いただきました2発目いやーしました。この女絶対変わらない絶対変わらない